たったボトム付近。当たった。おっかーよし。おはようございます。また有明海に来たよ。もう終わりかな。しばらく泳いでて終わるかもしれないけど、もう泳ぐかなって感じと思う。でも釣り人としてはたまらんのですよ。この釣れてる事実が。今日もちょっとねでかいの狙って頑張りたいと思います。釣れてくれればいいね。釣れそうな気もするけどな。声で一投目から来るビンパタイミングはまだ後やろ。用事のあるけんね、ちょっとそこまでの時間しかできんじゃん今日。昨日夢に出てきたけどね。投げてドーンって当たってびっくりして起きたか。来たで起きたけどね。当たった。ボトム付近。当たった。おったー、よし。ボトム付近、ボトム付近、ボトムか。この時間帯と思ってボトムバス入れてみたよ。もしかすぎと思って案の定やった。素晴らしい、素晴らしいよ。見たね。よしよし、来た来た。よか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 。よし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 。やべやべやべ、丸飲みした。よし、オッケー、来た、来た、はい来た。よし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 、一本目、また来たよ、ほら。はい、シーバス。声もデカが。ありがとうございます。いいサイズ。ナイスだよ。ありがとう。よし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 。綺麗。最高や。一本目。綺麗か。がばい綺麗か。袋の上からけど。今日もまた爆釣パターン。爆釣パターンじゃねえの、これ。なんだよ。完全にボトム付近前か。そう、昔ボトムでしか釣れなかったと思ってさ。嬉しいじゃないかよ、おい。今日ももうすでに一匹ばい。ありがとう。なんか今ならやっぱカカキ信じられんことは喜びな。よかったってなるのよ。本当に。コンコンって当たってから乗っとっけんが。し、いや、どういう状態やろな。捕食失敗しとっとかな。ゆっくり食いよっとかな、パクって。まあ。何はともあれだ。何はともあればマジで。よかった。もうなかろうか。もう一回ぐらいあったかな。よしよし。なんか釣れすぎたら釣れすぎたでありがたみはなくなってくっとばってね。それでも結局釣るって面白く毎日ごとしてしまうんですよね。もうね、こんなコツ長げね。今年はよかったな。今年はってか、まだ始まったばっかけどさ。こんだけ釣り楽しいか。やっぱ最高やな、釣り。じゃあシーバス、鈴木狙いできたんですけど、これ何も釣れたんと。一匹だけ、一匹。ありがとうございます。おじさんに当てなくなってね。おじさんにあげよ。実家に持って行こうと思ってた。昨日もいっぱい釣ったけ。よかろ、お店にやろ。持って帰らんすか。今日も帰らない関係。食べんですか。食べる、うん、持ってってこますよ。もうお昼で帰らない関係。美味しく食べてもらえるところの方が結構大きかったな。何センチくらったやろこれ。88かな。うん、いやいや、せっかくだっけ。いつもここで釣らせてもらえるけんが。
すいませんね。どうぞどうぞ。ごめんなさいね。ちょこちょこお世話になります、ここには。よかった。すいません。はい、どうも。もうちょっと頑張って帰ります。はい、結構ね、ここ皆さんお用意してもらうっけ、なんか牡蠣もらったりとかさ。結構鈴木喜びしゃけんね、地元の人たち。なんてね、仲良くできればね、ありがたい。ちゃんと釣り場で挨拶とかして、ゴミもちゃんと持って帰りましょう。余裕なことに魚あげたらね、喜んでくれちゃうし、また来やすくなるやん。今日ここまでかな、ここまでかな。さあ今日はリュウちゃんとヒロキちゃんと3人でシーバス釣りに来ました。でここはもうこうちゃんのカメラ逆じゃなかね、カメラはねちゃんと回るよけん大丈夫よ。今日はねするか釣れんかわからん。俺が釘絶対釣れんと思うばって。親父が釘、うん、なしや。いや釣ることは気のせんもん。なんばいいよっしょ。いや大きい多分なかなかないと釣るって。そうやね、あんた一枚やった時にあげよっけんな。責任重大よ。あんた投げてくる。あ、いや、よかよか。しばらくはあんたに譲ってくる。おしゃん、どういうふうに今も言ったか。どこまでだ。あ、来た。やっぱりよか場所やで。来たね、もう。いや、来た来た。おいしい、カメラ。俺カメラ撮って。さすがやったね。よか場所ね、あんたが投げ打ってやっけん、責任重大って言った時、ちゃんと役目ば果たしますね、ひろきちゃん。やるね。今、竿をぶちまかってます。70アピーだってね。なかなか、おお、ここはずり上げ、やるっけんね。バラさんごと。あ、来た来た来た、よしよし。もうちょいもうちょい。60? 危ない危ない危ない。お、さすがや。おはははは、初めだ。よしよし、やった。あんた、レーザーマーギー、さすがやった、あんた。うわ、やったね。やるね。何センチあるかな、それ。70ぐらい。やるね。それちょっと、俺があんたのとこから殴って。親父見て、ひろきちゃん、親父もうあんたんところで泣きようだって。努力はしたってこと。ひろきちゃんでも釣れられたてやっけんが、親父も釣れたてやっけん。ひろきちゃんの一匹も釣れたけんよかったと思う。うん、だってこの前、あやろこいつが釣ってきたあの4匹で、こっちはあっという間にもう配って終わったじゃろ。うん、はい、相当な量やったろ。俺量が多かった。こんねや、もう俺もそのイメージしとっとばい。なんで水木さんどうやって引っ張ってあそこで上げるんやって。なんて釣るか。ねえ、イメージトレーニングが大事だって。釣れんてルルルって。マジえらい弱気たい。どうの釣れること気にせんもん。同じ最近釣っとらんと。うん、あんま釣っとらんの。ああ、釣れてやん。でもよかリールと竿使いよね。うん、そういう大王やろ。リールやろ、これ節さんの食いないだと。マジでマジでこれ節さんの食いないだ。おいのリールよかよかリールそうや。おとはそれ節さんに鈴木は1本ぐらい怒らんけ。うん、レース釣りましたって。うん、そんなことね。マジか。一丁だと当たってくるきね。一匹釣れたすぎじゃね、釣るってやろうかって。当たらないもんやな。もうよかよ、こっち来じゃ。よかよかよかよ、一匹休む。これ一匹ないとね、トンってくるきね、またちょっとやる気も起こっとばってね。うん、で今誰とね、誰と電源もほら確認しとっけんが。リュウちゃん、マット力入れて投げんば。いや、入れとこ。マットギューって力入れんば、入れんば。そうね、竿のビューンって言うぐらい。親父の言う通り。そうよ、親父とうとう現場監督になっとった。現場監督ひどくてんじゃん。
おい、もうあの竹めがけて、いや竹めがけてやきんじゃこれ切るばい、いや届かんもん、あんたと行くらしだけんて、なんで届かんて、どけだね見とらんと見えんもん、竹のとくら20メーター左のせいかかった日はこれで絶対つるよ、もう思うで、うん、もうそれもほぼ最後の一頭にすっけ、もう今日いいよ、あっという間に来るだ、おくれ本能で封印だ、面白かったって親父、うん、もうそこにルアル見えてます、おーすげえ、宿代5万円でしてどういうことやこれ、すごいスピード感、すごいスピード感